ホタル丸は、鎌倉時代に作られたとされる、日本刀である。阿蘇神社に保管されたことから、阿蘇のホタル丸とも呼ばれる。1931年に、旧国宝に指定されたが、太平洋戦争終戦時の混乱により行方不明となっている。ホタルが群がって飛ぶ様子鎌倉時代後期、山城国来派の実質的な祖である刀工。 国行きの子とされる国と市によって作られた刀である。国と市作とされる刀には、国と市と名を切るものと、来国と市と名を切るものがあり、これら二つの名の違いにより、作風も異なることから、両者は別人であるとする説が有力である。そのうち、来国と市と木を冠して、名を切る方の投稿は、通称、孫太郎と呼ばれており、 国行や二軸国都市と比較して、細身の穏やかな作が多く、匂い口が沈むという特徴がある。刀剣鑑定家の柴田三雄は本作を、来国都市の最盛期の作品と表している。蛍丸という号の由来は、もともと南北朝時代の南朝側の武将、阿蘇小須美が廃用したと伝承される。江戸時代の被告間ま半々氏であった、松村正直が記した。 刀剣あるもんによれば、これずみは、延元元年、剣務三年三月二日のたたら浜の戦いで、この太ちを古い菊池武俊を助けて、足利軍と戦い破れたが、その夜、この激戦で箱ぼれした刀身にかけた歯が飛び来たって、元の場所に収まり、一人でに修復された。その様子がまるで蛍の飛ぶようだったので、蛍丸と名付けられたという。また説としては、 出所不明だがホタルが群がり刀を直した夢を、コレズミが見て、目が覚めて刀を見てみると本当に、箱ぼれが治っていた、という逸話もある。コレズミ以降の阿蘇一族は北朝方と南朝方に分かれて、争うようになり、阿蘇一族における武力と領土のシンボルであった、ホタル丸をめぐる、争奪戦もあったようである。実際にホタル丸を鑑定した松村によると、 凡寺の刻印がすり減って、相次ぐ剣まで、刀身も痩せ細っており、っ先には、箱ぼれもあった。南北朝時代以降には羽渡り1メートル長の大立を所持するほどの対象クラスの武将が、合戦の最前線に立つことは考えられないため、本作の痩せ細った刀身から鑑みると一族内の構想で使われていた可能性を示している。 その後も阿蘇神社大偶寺家として再興した阿蘇氏の家宝として伝えられる。元六年間には、日ご熊本藩三大藩主の細川津成が本作を召し上げようとしたが、阿蘇家はこれを強く拒んだため仕方なく一時借り上げの形で博士にしたという逸話も残っている。1931年12月14日、当時の国宝保存法に基づく旧国宝に指定。 指定時の所有者は、男爵、阿蘇これたかとなっている。太平洋戦争中は、地元の警察に預けられていたものの、終戦後は、行方不明となっている。所在不明となった経緯について、一説には、GHQ が戦後日本の非軍事化政策の一環として全国から、日本等を没収して廃棄する、型流りを行った際に、 ホタルマルも摂取され処分されたのではないかとされている。ただし、正式に廃棄されたとの記録もないため、その後の足取りについては、GHQ のビーター戦と名乗る将校がアメリカへ持ち帰った他の刀と共に、熊本県の三角港に沈められた新中軍の倉庫から持ち出されて今も県内のどこかに隠されているなど、諸説あるがいずれにしても、 所在不明のままとなっている。なお、国の重要文化財としての指定は、所在不明となった後も継続されている。編集者の土子民みは、雑誌の記事にてホタルマルは、負の糸巻立ちごしらえとともに、宮所の警察署に提出後、行方がわからなくなったとされるも、アメリカに存在する噂を耳にすると述べている。重要文化財としての指定名称は、立ち名。 来国都市営人5年3月1日。太平洋戦争後観光の指定文化財目録では、ホイの部に収録され、所有者が現在不所持の旨を表示したものに、分類されており、所有者名義は、阿蘇久島るとなっている。総長4尺5寸、頭身が3尺3寸4分五輪という大立ちで、江戸時代、松平定信により編纂された、修行10種には、 日五国阿蘇大宮寺、これ住ほたる丸太地図として絵図が収録されている。これによれば、総長四尺五寸幅一寸三歩、切っ先が、幅七歩半八つ二分一輪で、茎には、目釘孔一つ、表に、ライク二都市、裏に、永忍五年三月一日の名がある。三つ頭から茎尻に渡って全体に問いがあり、表の幅木元には、ごま橋の闘神彫刻が、 裏には、はばき元から、切っ方向に向けて、長六寸八歩の祖剣の等身彫刻があることが、記されている。この谷屋造りの鉄、は、来国都市自身の策によるものであると、柴田は表している。2015年になり、岐阜県関市周辺の職人により復元し、阿蘇神社に奉納することを目的とした、クラウドファンディングによる、 復元計画が始まり、締め切りまで80日以上を残した開始6日間で、希望額の約6倍の3000万円以上を集めた。ゲーム、刀剣乱舞によってホタルマルの存在を知った出資者が多かったと見られている。ホタルマルの復元は、岐阜県関市の東証、坊美幸と大分県武田市の東証、坊京が共同で行う。出資金の一部は、 2016年4月に起きた、平成28年熊本地震に際し、阿蘇神社への見舞金として寄付された。2017年6月17日に完成、復元計画の最高額出資者であった、東京南部製作会社社長も阿蘇神社奉納式に出席した。このホタル丸の写しは三振り作刀され、真内一振りは、阿蘇神社へ奉納。 影田二振りはそれぞれ岐阜県関市の石炭や伝承館と最高額270万円の出資者に送られた。ありがとうございます。